俳優らを繰り返し脅迫した罪などに問われている元参議院議員のガーシーこと東谷義和被告の裁判に、元ジャニーズジュニアのカウアン岡本氏が証人として出廷し、脅迫は許されないが彼に救われた人も多いと語りました。岡本氏はジャニー北川氏の聖火害についての告発を動画で取り上げてくれた恩義があるとして、違う形でエンターテインメントを届けてほしいと述べました。 また東谷被告の母親も出廷し劣化のごとく怒っていてふだんの息子ではないと思った二度とこのような犯罪をしないと信じていますと話しました。